後ろに、横から横に座りましょう。できるだけリズムに合わせて腰を少しだけ後ろに、足で大きく丸を描きます。膝を出して立ちましょう。心拍数が上がっていいですね。
あと2回座った状況で重く難しいレジスタンスを見つけましょう。ギアを足して3、2、1、いきます。ここでハブルをきつく握りますよ。重い重量を選んでます。心拍数が上がります。次のレベルに持っていけますか。またギアを足して立ちます。できますよ。回復3回目終了。あと1回、2番目のチェインバーでチャレンジする最後のチャンスですよ。ギアをつけて、それでは行きましょう。座ったまま、調子いいですね。もっと重いギアを足す最後のチャンス。今足して、立って、頑張って、頑張って、座りましょう。回復、よくできました。お疲れ様です。すごいな。2番目のチェインバーはやり遂げました。重要です。Yeah.
性はとりあえず深呼吸。1分ほど回復の時間があります。もっとパワフルなレジスタンス。
一番重いレジスタンスを見つけます。毎回立つときにリズムより早く動くのがチャレンジです。一番重いレジスタンスを見つけて3、2、1、立ちましょう。リズムより先、リズムより先に座ってチャレンジ、立ちましょう。リズムより早く動いてみましょう。腰を前に、骨を上に座って立ちましょう。リズムよりも早く動いてみます。座って、もう一度一緒に立ちましょう。上、最後まで、最後まで回復、座りましょう。短い回復時間です。いきますよ。一番重いレジスタンス、立つときにリスクに挑戦して3、2、1、立ちましょう。素早く、はい、座りましょう。一緒に立ちましょう。リスクよりも早く、リズムよりも早く座りましょう。中途、立ちましょう。思いきや立ちましょう。座って、いけますよ。立って、まだリズムよりも早く動いていますか。座って、立ちましょう。難しいけどできますよ。座って、もう一度立って、立ったまま、いけいけいけ、回復、座りましょう。3、2、立って座りましょう。腰を少し前に、膝を上げて立ちましょう。腰を少し前に、膝を上に押して座ります。立ちましょう。胸を高く、足を速く動かして座りましょう。あともう一回、立って、膝を高く、いけいけいけ、回復、座ります。できるだけ早く回復、4回あると思いましたが、あともう2回あります。重いレジスタンス、そして立ちましょう。座って、一緒にやりましょう。立って、座って、立って、座って、もう一度立って、最後まで、最後まで、回復、もう一度。これが最後のチャレンジです。最後のチェインバー、やりきりますよ。立って、座って、行きましょう。立って、リズムよりも早く一緒に座って、立って、これが私たちのチェインバーです。座って、頑張って、立って、行きましょう。よくできました。完全にやりきりましたね。お疲れ様です。ゆっくりのペースでハンドルバーの上を見つけて、
ゆっくり、本当にゆっくり。ハンドルに体重をかけて、最後まで通り抜けます。It's all